くださるお客様に向かって笑顔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 。会場の皆様こんにちは。千葉工業大学よさこいソーラー風神です。今年の演舞テーマは無言の衆。この言葉は統一性のない集団という意味を持っていますが、我々はカラスがバラバラに鳴く姿を個性と捉え、一人一人が輝く集団と解釈しました。これを現代人の自己表現の葛藤と重ね演舞テーマといたしました。精一杯演舞いたしますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。私を表現する強い意志を持って黎明。